あ、できた。電波が。よいしょ。すみません。電波が悪かったみたいで切れてしまいました。ちょっと微妙に場所を変えてみようかなと思った次第なんですけれど。千葉なのに。すみません、切れちゃったね。豆をもう一回歌いましょうか。
かった。ありがとうございます。いや、なかなか豆を歌いきれないですね。切れなかったけど歌えました。はい。ありがとうございます。なんか、泣きそうになるよね、こうやって。なんかどん臭く生きてきたなぁと思います。なんかちょうどあれした、これ始める前とかになんか SNS とかにも投稿して、友達ミュージシャンのリア充が入ってきて、はあ、俺はって思いながらね。でも俺はこの場所が大切。だからさ、今弾いててさ、歌ってて、うわっ、ちょ風がすごい。俺うまくなったなって思ったんですよ、楽器ウクレレが。で、そう、あのウクレレでね、十数年前でね、ウクレレ自体の音にもすごい、やりたいことがあったから、オルゴールみたいな音色が好きなんですよ、この。で、僕はそのバッハとかね、そこら辺をウクレレ弾いてみたいなって思って練習して、そのウクレレクラシックっていう、CD の時代ですけれど、作ったんですよ。 G 線上のアリアとか、そんなの。でも、上手くなって、ウクレレインストゥルメンタルウクレレ奏者も、まあ、言うてもそこまでのあれがなかった、需要がなかったからやらなかったのかもしれないけど、そんなに。でもなんか歌わん方がいいかなっていうのはあるんだけど、でも今豆を歌ってて、何のためにやってきたかって、何のために上手になったかって、これを表現、表に表すためだよねっていうふうに思いました。そんな立ち位置、そんな存在の立ち位置で生きてます。まあなんかね、まあ成り立っ、もっと成り立ったら、なんかね分かんないや。あとね、ライブ活動とかそこら辺ね、なんか人気者じゃなくて、人気っていうと変だな、なんかいっぱいの人に聞いてもらえるような立場になったらね、豆が届いたら、もっと届いたらいいよなって思ってます。似たような立場な、初恋の歌をちょっと歌います。暗くなったね、黒くなったね、僕。スクラップに住む子猫。
の時も見てた、目が合った時も笑い返せなかった、いつもの帰り道、スクラップに住む子猫と遊んで和らいだ、いつもの帰り道、言いたいこと言ってみんなどこかへ行った、踏みつぶされた僕の日向、やってさいならかい、みんなどこかへ行ってしまった、取り残されたあの子と僕も一緒に帰ることはなかった、家に着いても猫は飼えないと知ってた、パンを一つ置いて僕はその場を立ち去った、何もできずにあの時も見てた、目が合った時も笑い返せなかった、言いたいこと言ってみんなどこかへ行った、踏みつぶされた僕の日向、用済み蓋して何もなかったかのように、みんなどこかへ行ってしまった、一緒に帰ることはなかった、世界は大きく、夜は暗かった、一人じゃ歩けない、夜道を一人で歩いた、thank you.
人じゃ歩けない夜道を歩いた。夜になった。なりましたね。今日は今日はこれから自転車であと50分ほど漕ぐと千葉の駅に出るんですけど、駅前でちょっとウクレレ弾いて歌ってこようかななんて思ってます。人生が過ぎていきますね。いつだっけな、下の娘が生まれた時、2017年生まれた時がもうまたね結構ね情緒不安定になりましてね、奥さんがしっかりしてくれる人だから、セリフは逆なんですけどね、どうやってご飯食べていくのみたいなのね、僕は勝手に心配してさ、どうしようみたいなね、それで勝手に、なんかネットで副業で月100万とかいう怪しいやつを、でも今の世の中正規の方が怪しいよなって思って、金儲けましょうって言ってる方がすっきりしてるなって思ってやってみたんですよ。うまくやれませんでした。なんか無在庫転売とかね、そんなんだったんだけど、センスなかったですね。センスっていうかやる気がなかったですね。そんな時に情緒不安定になって、いい曲が2曲ほどできたんですけど、それをやって終わろうかな。混沌としてトントン拍子で、
足が動いてた。命の限りで生きる星を眺めてた。君へという曲で終わろうと思います。今何分？いいんじゃないかな。君へという曲で終わります。と大人になった僕が今僕は君が見ていたと場所に来ているんだと思う。懐かしいな、あの山の向こうの空の下に行きたいと思ってた。先のどこに何があるのかは知っているよね。ここからは僕らでつないでいくよ。
かってる。そこはきっとずっといつもここにあるどこかさ。倒れました。よいしょ、あちゃ、あちゃ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 、もうすごいことになってしまった。あ、どうもありがとうございました。真っ暗ですね。はい。ありがとうございました。風でカメラが倒れましたが、今日はこんな。人気のない公園、人気のない公園ばっかりですね。公園に詳しいのと、なんだっけ、よく河原にもよくいるみたいな、そういう習性で、なんか奥さんになんか公園のアプリでも作ればみたいなこと言われたことあるんですけどね。もういいっすよね、そういうのはもう本当に。うん、またね、こうやってツイキャスライブで、いいところからお届けしたいと思います、また聞いてください、うん、そうだね、あの今日はあれだ、ありがとうございました。聞けてよかった。ありがとう。また配信します。ではでは、さよなら。